最初は黒胡椒を入れます。魚のこの両脇のところも鱗がついてますから、きれいに取ってください。頭をしっかり押さえると結構取りやすいんじゃないかなと思います。細かい鱗はたくさんついているので、思ったよりたくさん鱗が取れます。次はエラを取ります。でカレイのこのエラのところは小さいので、少しなんて言うんでしょう、奥に切れ目を入れて広げます。でエラの付け根を切って、エラに沿って魚の本体についている薄い膜の部分を軽く切り離します。この薄いところを切り離します。そうするともうエラがそのまますぐ取れるので、根元のところをちょんと切ればきれいに取れます。こんな感じ。最初にちょっと広げてあげるとすごく開いて取りやすいので、やってみてください。で内臓を出すんですが、このいわゆる肛門の部分、ここのところをちょっと切ると全体を大きく傷つけないで簡単に取れます。で引っ張りだ、ちょっと中から出てきたらそれを引っ張るようにして内臓を全部取り出してしまいます。で中の血だとか汚れを洗います。で洗うときに指先で魚の骨が刺さらないように爪の背中を使うようにして洗うと、骨が刺さったりすることは可能性がずっと低くなるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれからカレイの煮付け用にちょっと切れ目を入れます。こっちの白い方を裏として、まあ大体3つぐらい大きく切れ目を入れます。こんな感じです。でこの黒い方を表にします。でこちらには1本だけ大きく入れます。まあ人によってなんですけど、まあ私の場合は結構大胆にグイッと入れちゃいます。でこれ入れると皮が裂けにくくなるのと、中に煮汁が回りやすいようになります。で煮魚の中に入れる生姜を、ぼちぼちのこの程度の厚さで3枚。で今日はもう煮汁を合わせて、その中にカレイを入れて作ってしまいます。分量は酒が200、水が 50cc、 砂糖が大さじ1、みりんが75、醤油が大さじ2です。でこれをもう鍋の中に入れて煮立たせて、その中にカレイを入れて煮つけて終わりという形になります。今の分量を入れて沸き立ったのがこの状態です。でここでカレイを入れます。黒い方を上にして入れます。で入れたら最初の段階で少し煮汁を上からかけます。こんな感じでちょっとかけます。そうすると切れ目のあたりがぐわーっと開いてくると思います。ただこれやっとくと後で火が入った時に身が大きく割れにくくなると思います。で尻尾の方一応ね、鍋にくっつかないようにホイルなどで置いとくと後々いいかもしれません。で生姜を入れます。でアルミホイルで蓋をします。ホイルで蓋をするとこんな感じで、ホイルが少し踊ったような状態になります。で煮汁が湧き上がってホイルの上のところまで上がるので、魚の上のところまで、煮汁が回るという状態になりますね。でたまに開けて上から少し煮汁をかけてください。で大体これが10分経ったところ、
ほとんどもう煮汁がなくなってとろっとして、カレーの方もツヤツヤのいい照り具合になってきます。こうなったら完成です。まあ、もちろん中に火が通ってるかは一応確認してください。ただ割れ目も入ってますし、このカレーだとそんなに熱くないので、まあ、大体10分も入っていれば十分だと思います。あまり煮すぎてしまうと今度パサパサになってしまったりすることもあるので、まあ、火が入った状態で終わりにして、で煮汁をつけながら食べてもらうような、今はそういう感じのね、煮魚が主流じゃないですかね。昔は結構ガチガチに煮て甘辛くするのが流行ってたようですけど、今はそういうこういう感じの方が主流になってるように思います。でまあ尻尾の方がちょっと割れちゃったんですけど、まあ、ご愛嬌ということで皆さんは失敗しないようにやってください。で生姜を置いて、庭に木の芽がねたくさん出てたのでちょっと木の芽を置いてみます。もうちょっと大きいんですけど香りはすごい良かったので置いてみました。で出来上がりはこんな感じです。じゃあ、の分量を煮立たせて、そこにカレーを入れて10分ほど煮るとこんな感じで出来上がります。ちょうどねツヤツヤして綺麗な感じ、色合いに出来上がるんじゃないかなと思います。で身の方もこんな感じでね、骨から身離れが良くて、カレーも柔らかくてふわふわして美味しいです。でこの煮汁にちょっとつけて食べてもらったりすると、このなんて言うんでしょう、煮魚特有の甘辛い感じ、美味しい甘辛い感じと絶妙な柔らかさで楽しく食べられるんじゃないかなと思います。で今回のはちょっとね卵が入ってたんで、卵にも煮汁をつけて食べて、こうするとやっぱこれもねお酒なんか合います。日本料理ってどっちかっていうとお酒がね合うものが多いので、ちょっとお酒を飲みながらこういうのを食べてゆっくりするのもいいんじゃないでしょうか。もちろんご飯のおかずにも甘辛い煮魚として美味しく食べられると思います。結構簡単なんで、ね、もしよければやってみてください。ではまた。